あなた方のファンディング希望額は300万円を希望しますタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞ失礼いたします失礼いたします 今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせるではまずお名前をどうぞ東京都より参りました千葉慎太郎21歳と宮城県より参りました藤原流佳21歳ですあなた方の希望する投資形態は投資でお願いいたしますあなた方のファンディング希望額は300万円を希望します あなた方が思い描く未来の姿は東日本大震災から10年目を迎える東北からエンターテイメントを発信し被災地復興へ向かう若者のリーダーとなりますではオールアナセン新しい未来を掴み取れキャッチ・ハンドそれではあなた方の簡単な経歴と授業プランをお聞かせくださいはいよろしくお願いいたします、えー、まず私たちは え、宮城県の、え、とある中学校の同級生で、え、その後、え、別々の高校に進学した後、私は宮城県の国公立大学に、え、進み、え、藤原は、え、宮城県内の民間企業に就職しました。え、その後、え、僕が年、大学2年生の時にですね、えっと、藤原の方から新しいことに挑戦しないかという、え、誘いがあり、え、y o u t u b e r ホーミーズを結成しました。 そこから約2年活動し、現在ではチャンネル登録者43万人に到達しました。藤原は昨年、勤めていた会社を退職し、現在では YouTuber 一本として活動しております。私は今、大学4年生なんですけれども、大学卒業後はこの YouTuber 一本で活動していく予定です。 次にビジネスプランについてお話しさせていただきたいと思います、えー。私たちが小学校6年生の時にちょうど東日本大震災がありまして、私たちが当時住んでいた栗原市というところは唯一震度7を記録しました。えー、とそこから影響力を持った今、被災地のために何かできることはないかと考えた結果、えー 私たちが普段活動している YouTube に、えー、復興を元気づけるような、えー、ミュージックビデオを投稿して、えー、それを見た人を元気づけ、さらにそこの広告収入から、えー、復興支援金として寄付させていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。どんなミュージックビデオを作ろうとしていらっしゃるんですか。世界のセレブが酔いしれる街、銀座の夜からトライアンマンより。 銀座高級クラブ 7A オーナーママ唐沢 7A 新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのかはいありがとうございますえっ、ー、と僕が高校生の頃に、えー、ラッパーとして活動していましてえー 藤原の方も、えー、共通の趣味がラップだったので、えーまあ、ラップっていうのは僕らの一つの武器かなと思っておりますまた、えー、と東日本大震災が終わったあの,の翌年あたりか、まあ、その2011年かに「花は咲くプロジェクト」っていうのがありまして、えーとまあ、東北出身の有名人がこうんだろうマイクリレーというか一小節ずつ えー、歌っていくというあの花は咲くプロジェクトっていうのがあって今でもこう歌い継がれているんですけれども、えー、とそんな感じでこうラップの要素もありつつサビは、えー、子供から大人まで口ずさめるような歌い継がれるような、えー、キャッチーな曲を作りたいと思っています。まだ全然曲曲ははでできていないな状態曲はそうですねこれから なんですけれども、まあ、ミュージックビデオの内容としては、えっと、そちらの、まあ、事業計画書にも記載させていただいたんですが、えっと、被災地をロケ地にして、そこで僕らが、えっと、歌っているシーンを撮影し、また、えっと、まあ、宮城県出身の有名人にゲストを出演していただいて、さらにそこからの,あの全国的な拡散も狙っていきたいなと考えております。 そ YouTube は <coughs> 1本だけってことですかそうですねえっ、ー、と、まあ、動画1本もしくは、えー、とそこの、まあ、メイキング映像とかを、まあ、後日別な動画として、まあ、出すことも、まあ、考えてはいますはい300万円でその動画を作ってその動画の広告収入がええーねはい、300万を超えますかねえっと その動画の広告収益としては、おそらく超えることは難しいかなと考えているんですが、まあ、その後の展開として、まあ、僕たちもまだオリジナル曲を持っていないということで、あの、まあ、1曲目として結構注目はされるとあの予測しているので、まあ、その後僕らが YouTuber だけではなく、そのアーティストとしても活動していくっていう広がりを見据えての、あの、この、 一歩目という,ふうに考えてていただければと思っておりますすごくいい企画だと思うんですけど、はい、悪く捉えれば、はい、一発目をその芸能人とかを使ってより有名になってそれは寄付するけどみたいなすごいいい企画なんですよ。それで意地悪なこと聞いて申し訳ないんですけど、はい、どうせならその300万円が、はい、もっとなんか大きな金額になったりとかねしたらいいんですけど、はい、なんかちょっと。 まあ僕らの宮城県の先輩でこうサンドウィッチマンさんとかもいらっしゃってあの今ではもう好感度ナンバーワン芸人としても活動されながらあの地元のためにすごくあの寄付金とかあの支援活動とかを行われているので僕らもそういう存在になりたいと考えているのでいずれは YouTuber 兼アーティストとして大きくなった後にはえと地元のために えー、何か復興に向けた活動っていうのも行っていきたいと思いますそのためには今まだ僕らの知名度をどんどん大きくしていく必要があると考えておりますのでまあ、今はその段階にまだいるかなと考えていますなるほどじゃあ僕たちが300万円を出してそのミュージックビデオではまあ何十万かしか寄付できないかもしれないけど、はい、それによって有名になったらちゃんと地元のために復興のために頑張ると、はい その将来につながるからトータル300万以上、はい、復興につながるということでその第一弾だということですねはいそうです理解しましたありがとうございますはるばる仙台から挑むのは YouTuber ホーミーズ提案するのは被災地復興支援の思いを込めたミュージックビデオ制作このビジネスプラントラたちはどう捉えるのか 水さんのに株式会社ハレルヤ代表斉藤智春世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか 僕らが関わるところとしては名前が MV に出るっていうだけなんですよね。とりあえず最低限とした。そうですね。はい。まあ僕らがえっ、ー、と皆さんの方に出演させていただくということで、まあ僕たちのまあ視聴者は結構あのまあ小学生からまあ高校生ぐらいまでの若い層が多いんですけれども、えー、そういった層にえー、皆さんのこう活動を知ってもらうあのきっかけに。 は僕らが出ることでできると考えております。一回。えっと一回ではない。まあそこはちょっとあの <laughs> とお話して決めれば決められればなと思っております。事務所には入られてるんですか。今,今は無所属で活動中。えっと僕らのえー、っとまあチャンネルが最初僕らでこうソファーの上でこうトークをしてからまあコントであったりとか替え歌。 に入ってで最後にまたトークという流れで動画を作っているんですけれどもその前半もしくは後半のところであの、まあ、今日のことであったりとかあの出資していた,い,たいただいた虎の方のお話っていうのは十分にできるかなと思っているので、まあ、そういった面での露出っていうのはさせていただけるかなと考えております。なんか互いに出るわけではなくもうあの <laughs> ここっちち側だけけ出出るけれどもそそらにはなないということとううんです、ね、そうですすねねメインチャンネルの方がえっとちょっとまあコンセプトが結構学校というか学校のあるあるとか日常のあ,のあるあるっていうのをテーマにしているので、まあ、あんまりこう企業感が出すぎないようにというか、うん、そこは普段からブランディングを気をつけてやっていたのでまあそうですねあの 出演していただくというか、よりかはあのお話で触れさせていただくということを考えております。今、こう見させていただいていて、はい、結構再生回数もね。あの何百万回って回ってらっしゃるのもありますけど、こうなんとなく今このリターンを考えると、はい、コラボ代としてはちょっと高いのかな？というイメージになってしまうんですけども。はい、もちろんそのうと復興の。 寄付ということです。ごくいいお話だと思うんですけど、はい、その辺どうなのかな？という気はしてしまうかな？というま企画書の方にはこうええー、記者メディアへの出演っていうのを書かせていただいたんですが、まあ、その中でこう関わらせていただく中で。 僕らが持っている、まあ、YouTube ノウハウであったりとかあの、まあ、本当にコンサルできる立場ではないんですけれども一応あの僕らがこう43万人まで増やしてきた、まあ、YouTube であったりとか、まあ、TikTok であったりとかのこう戦略っていうのをあのお話しすることはできると思っているので、まあ、そういった部分も、まあ、そうですねリターンとい呼んでいいかわからないんですけれどもそういった部分も考えていただければと思います。 結局その復興に向けてのなんか支援をしたいのか有名になるための費用なのかよくわかんないんですよね。でこの復興に向けてっていう軸だったら300万円寄付した方が復興のためになると思うんですよ。はい、これはだから結局自分たちの活動を応援してくれっていう有名って、まあ、いうかそのアーティストとして頑張りたいんだっていう費用なんですかそれだったら わかんないですけどあの、まあ、そのさっきの広がりの話もあるんで、まあ、それを前提にするんであればいろいろ考えられてるかもしれないんですけどやっぱこの企画だけをパッて見た感じだとなんかあんまりその復興っていうところをわざわざひもづけないでいいんじゃないかなと思うし、ね、なんか何がしのかななって感じなんですよねやはり僕たちとしてはこう、まあ、ボランティアをするつもりもなくてやっぱり僕たちと地域が一緒にこう成長していくというか、うん、復興に向かって。 行く中で僕たちも、うんえー、有名になる道を進んでいくっていう、まあ、その両方を叶えたいっていうのが僕たちの思いですので、うん、まあその両方のメリットを取った結果、まあ、今回のこの企画に至ったという形ですね。うん、なんか復興に関して活動されて2年ですよね今。はい でその東日本大震災って年約10年,年目に向かえると思うんですけど、結構その時間軸ですごいまああのまあ、活動期間とは当然ねまあお若いと思うで帰りしてると思うんですけど、はい、復興にあたってのなんか当時のそのエピソードとかってあるんですかなんか思いというか、まあここはまあ家がまあ近かったっていうのもあったんですけれどもあのまあ友人のその親戚が亡くなられたりとかあとは。 1>, そのまあ、1週間ぐらい電気や水が使えなくてっていうのを僕たちも経験しているので、うん、その時に一番あの聞いていたのがラジオだったんですね。うん、でラジオから聞こえてくるその、まあ、音楽っていうのが僕たちも支えになったのでその経験をもとにやっぱり音楽っていうところであの地域を勇気づけるような、まあ、今 あの小学生とかでその小さい頃に震災を経験したっていう方にも、うん、その震災の記憶をあの受け継いでいくために僕たちが一つここで音楽を作って、うん、これから語り継いでいければなという思いがあります。うん、なんかその現実的なことを聞いちゃうんですけど、はい、なんかホーミーでさんとの活動とホーミーさんの活動とその復興まあ下地復興へ向かうっていうところって。 現実的にどうリンクするんですか,なんかそこがあまり見えないなって思います先,月先々月あたりに、えー、と宮城県の警備業界、うん、警備業協会さんと、まあ、コラボレーションさせていただいて僕たちがこう警備員の、まあ、格好をし,たして地域を守るっていう、うんまあ、ポスターが宮城県の全、えー、小中小学校入ってないか中高、えー、大学専門学校に こう配布されているっているうような状況もあって結構宮城県であの僕たちのことを知ってくださっている、まあうん、若者っていうのが多いのは感じているので、うん、まあそこに向けて、えー、とまた新しくこういう僕たちが復興へ向けた活動をすることでその広がりっていうのは十分に考えられるのかなと思っております。さんとと地域と、はい 共に歩むというかそこがウィンウィンなのは分かったんですけど、はい、僕ら含めてのウィンウィンウィンの3つ目がまだ分かんないですよね僕たちは。はい、僕らがこれうーん得かなみたいな寄付したかったら普通に寄付するしみたいな、まあ、さっきもご説明いただいたんですけど例えば1人で300万積んだとしたらなんかリターン変わんないんだったらちょっと高すぎるなリターンに対してっては感じてますね。はい なんかイメージとしてはみんなからバランスよく出るみたいな形をイメージされてきたんですかそうですえっ、ー、とまあそこに関しては、えー、どちらでもありがたいという思いは変わらないんですけれどもやはりあのいろいろ多分アドバイスなどもいただけるかもしれないので、えっと、もし、えっと、例えば三名の虎の方に、えっと、お話を聞けるのであればそれはもちろんすごい光栄なことだと思って。 おりますし全然本当に一人の方でも本当に嬉しいなとは思っておりました復興が軸なのかホーミーズとしての知名度向上が軸なのか虎の鋭い追求に追い込まれる志願者どう言葉を返す次回事業計画をめぐって議論は白熱する売名したんだった売名したいいいじゃないですか